こちら書店員トライアスロン。書店員の仕事で欠かすことのできない本のカバー掛け、雑誌の紐掛け、本のラッピングで、龍林堂全2500人の従業員の中から選び抜かれた最高峰のエース書員対決をしていただきます。1人目の選手、本のカバー掛けといえばこの人、頼れる姉御主に龍林堂アトレビス店、大平正代さんです。お願いします。お願いします。お願いします。これでこうピッピッとこう、めちゃくちゃ職人の顔になった。うわーすげえ。ここでだいたい揃えて本の高さに本を折っちゃうんですよ。紙をこう折っておいて、ここに本の旅路が中心に来るように揃えて折って、こう折って、これで仕上がりですね。ああ最近カバー掛けでテレビね、出まくり引っ張りだこ。タモリクラブに出て、東京 MX の5時ムーってやつ。5時に夢中で出たんですか。最近ヒルナンデス。すげえ。ヒルナンデスはすごいイケメンと対決したんですよ、はい、顔とか見れない感じ、ハッてなる感じの超イケメンで、はい、アリスティックボーイズって言うんですけど、はい、もうアリスティックボーイズくんのカバー掛けてくれた本はそのまんま持ってきて、高いところに誰も触れないところにこう置いてある。テレ朝出て、MX 出て、日テレ出たんですか、はい、芸能人じゃないですか。カバー掛け芸人。一説お願いしていいですか。カバーといえばね、いやいや、そうだよ。びっくりした。カバー掛け漫談あるのかと思っちゃった今。ナイスナイス。2人目の選手、業界で最も雑誌を縛るのが早い男、龍林堂横浜駅西口店、細川よしこさんです。お願いします。よーい、スタート。いや、かっこいい。なんだっけ。いや、早いな。芸術的なね、手さばきですからね。恵比寿対横浜みたいなところもあるわけですね。ベベベン恵比寿な感じで。いや、ちょっと今、細川さんのターンなんで、喋りすぎだな。でも、細川さん移動するらしいです。え、どこに。恵比寿です。え、やっぱ寺澤さんはどっか行っちゃうんですか。西口です。なんだ、ついに同期同士でね、一緒に会ったら、おい寺澤、一緒に働くとか照れくついよな、何言ってんなんだみたいなね。今回は2人の得意分野、本のカバー掛け、雑誌の紐掛け、それに加えて本のラッピングを合わせた勝負をしてもらうんですけど、本のラッピングを教えてもらっていいですか。はい、こちら龍林堂の包装紙なんですけれども、こっち側が上、こっち側が下の柄に字が書いてあるんですが、なるほど、はい、前手側に頭がくるように紙を置きます。置きましたら、本を最後はこう綺麗に三角形が出るといいので、こうなるようにだいたいこれぐらいの位置持ってきまして、測って3点が角が入って1個が外に出る位置に置きます。へー。ここでこう置いて、あとは紙の力を使ってあまり手を触らないように。え、上手じゃないこの人。え、上手だよね。上手ですよ。え、めっちゃ上手じゃない。美しい。こんな感じですね。早くて上手じゃないですか。お母さんやばいんじゃないですか。やばいですか。いけんじゃないですか。ちょっと一回姉さんの全速を見てみたい。よーい、スタート。あ、でも優しいんだ。プレゼントするものだからそんなにバキバキに早くもいかないんだ。乱暴にしてはいけないですね。早い。細川さんどうですか。別に早くないですか。まあ普通。合計6冊、2冊ずつカバー掛け、紐掛け、ラッピングをやっていただきます。ちなみにお客さんに提供できないレベルのクオリティの場合は失格となります。もちろん負けたらお二人とも大好きなモノマネがね。お二人自信のほどどうですか。来期同じ店になるので、そこでの大切なバランス関係がありますから力を入れていきたいと思います。別に勝ったからといって、細川さんちょっと来週見に行きたい寄せあって、マジこの日変わってくんない、いやあの日勝負で負けたから僕変わるねみたいになんないですよ。軽い圧力がかかるじゃないですか。放送しちらちらしながら。水曜日ね、どうしても鈴本行きたいんだ。当たり前のように鈴本って言わないでください、演芸場ね。はい、細川さんどうですか。自信は。自信はいつもあるんですけど、終わるとなくなるんですよね。終わるとなくなり、家族から痛い目線を浴びさせられ、山にこもれと言われ。山にこもれとか言われるんですか。順番としては雑誌の紐掛け、本のカバー掛け、ラッピングという順番で競っていただきます。はい、じゃあ大丈夫ですかね。いつもの全然盛り上がらない下りがあって、スタートって言って。決意を表明する大事な場ですか。じゃあ一回練習しましょう。よっちゃん、まさよお姉さん、ワクワク、ワクワク、書店員トライアスロン。全然こんな
に会わなかったこともないし。ではお願いします。はい、よっちゃん。まさよねーのワクワク、ワクワク書店員トライアスロン。スタート。落ちちゃった。あれ、まさよねー意外としくったしくったしくった。本番に弱いタイプかもしれない。まあでもまさよねーはね、ここでもだってやっぱりこの紐は細川さんの得意ジャンルなんで、ここはやっぱり細川さんにいいのかですね。いや、そうだよね、そうだよね。だから水泳が得意な選手が飛ばしてるみたいなことでしょ、これ。俺、いいじゃない、いいじゃない。あ、こっからもうマサヨネー、マサヨネー、ここは負けられないよ。これはだってマサヨネーが一番得意な、テレビ3本も出てるところなんだから。ここで差集めなかったらどうなんのよ。ここ差集めてよ、差集めてよ。骨大事ね。ここ差集めて大事よ。巻き返せる、巻き返せる。巻き返せるよ。いや、歌ってる場合か。ここはちょっとマサヨネ、マジで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 、ここは詰めとかないと、詰めとかないと、おお、ちょっと詰まってんじゃない、これ詰まってるよ。おれおれおれ、めっちゃいい勝負じゃないのこれ。おお、やっぱりそうだ、得意ジャンルがあるんだよ。あー、逆転した、逆転した、すごいすごいすごい、これはすごいよ。逆転してるじゃん、もうほぼほぼ今、ほぼ今一緒ぐらいしよう。もう勝負あれだよ、勝負はラッピングだよ、ラッピングなんだって。気持ち込めて、プレゼントなんだから。あれ、どう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 、あれあれあれ、これ、めちゃくちゃいい勝負じゃないのこれ。あーあーすごいすごいすごい、すごい、やだ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 、すごいすごい、めちゃくちゃめちゃくちゃやん、これなにこれ。え、こん競馬でもこんな面白い時ないよ、あんまり。わわ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 ラッピング大丈夫ですか。大丈夫です。逆にかかってたりしませんか。ちゃんと見てください。お客さんに出せますか、有林堂として自信を持って。大丈夫です。勝者、まさよねお父さん、お母さん、またよかったからね。いや、見応えあったな。得意なところではものすごい2人ともリードするんですよ。紐で細川さん全然速いから、もう終わったなと思ったら、カバーかけてまさよねーがグッと追いついて、最後ね、ラッピングで雌雄を決する。いや、これは良かったです。どっと疲れました。じゃあね、細川さん、何のモノマネにしますか。私が新入社員の時の店長だった福原明夫さんのマネ。シチュエーションは倉庫で遊んでる時を見つかった細川さん。倉庫で遊んでいる新入社員時代の細川に激怒する福原店長、お願いします。うん、細川くん、何やってたね、遊んでないで仕事しなさい、仕事。私の福原さんやってみる。いやいや、なんでなんでなんで。